ほら、少しでもね、一日本人であればね、国民の命を守る、ね、使命を果たしている一人一人だと思ってます。なぜこんなことで鳥取県にいるのか、ちゃんと理解してほしいと思って訴えております。パスポート、ビザが必要になったんですよ。そんなことになっていいですか。北海道は今、そのために現実記録を飛ばして、いいの？
そして、ご苦労さん。